麗。波打つ海の様子をカメラに収める小学生たち。タブレットを持ちながら地元の雄大な景色を切り取っていきます。撮影した写真はインスタグラムに投稿。羅臼町ならではの自然や魅力を日々発信しています。フォロワーは半年で1500人に迫る人気ぶり。羅臼のことをたくさん発信していけるようにして街を良くしていけたらなって思ってます。でも、ね、うちこっちはね、羅臼小学校6年1組の精鋭たち、その名も6年道東羅臼町。この日インスタ組が訪れたのは地元の水産加工場。ホッケやタラなど自慢の海の幸を PR することが目的です。これが白子になります。非常に高級な食材になります。普段見ることのない加工の現場は驚きと発見の連続。写真を撮ったり実際に味を確かめてアピールポイントを考えます。思ったよりも柔らかくて美味しいです。自分の町で獲れた魚がこうやって使われるのはなんかすごい、なんか地産地消みたいで、なんかすごくいいなと思いました。子どもたちの発信に地元の人も大きな期待を寄せています。漁業の町なんで加工しているところに触れてもらって知ってもらうことができるのはとっても嬉しいことです。羅臼町の水産の発展につながればいいなと思ってます。あれこれ良さそうじゃない？これ可愛いよね。なんか光当たり的にこっちの方がいいよね。投稿された写真には脂の乗ったホッケやマダラの魅力がたっぷり。その味や丁寧な作業工程も小学生ならではの感性で紹介されていました。今月で小学校を卒業するインスタ組の子どもたち。今後も町の発展に貢献するため活動は新6年生に受け継がれます。